読み大草原の小さな文庫。記憶のいたずら、岸田邦夫。妻の純子が急に、どうも怪しいわ、こんなに痛いはずないんですもの、と顔をしかめながら言うのを聞いて、鈴村博士は今更のようにぎくりとした。だって予定は来月初めじゃないか、まだ2週間はたっぷりあるぜ。私もそのつもりだったのよ、だから何にも用意なんかしてないわ。でも病院へ行く暇あるかしら、苦しい、とても苦しい。そう言ったまま妻の純子はそこへ突っ伏してしまった。鈴村博士は途方に暮れた。今すぐ病院へ電話をかけて、それで間に合うかどうか、医者が駆けつけてくるとしても、それまで自分一人でどうすればいいのか。弱ったな、とにかくしっかりしろよ。万一の用心にそこの産婆にでも来てもらおう。病院へは無論連絡はするがね。彼は妻のためにヤグを敷き、隣家の細君にちょっと声をかけておいて、ドテラ姿のまま家を飛び出した。思えば迂闊な話である。結婚してからすでに15年、これが最初の経験ではなく、妻の純子は3度身重になり、そのうち2度は流産というあっけない結果であっただけに、今度は大事を取って毎月医者に見せ、いよいよとなったら入院する手はずを決めていたのである。どちらかというと二人とも晩婚で、彼は32で初めて家庭と名をつくものを持ち、妻の純子は26で平凡な人生の伴侶を見つけたのである。事実、二人の間には何一つロマンチックな思い出というようなものはなく、その代わりまたこれといって期待を裏切られたという悔いもなかった。彼は B 大学の専門部を出るとすぐ現在の製紙会社に入り、勤続25年の功でやっと課長の椅子に座ると、彼女は一切ボーナスに手をつけない主義で、ひたすら老後の安泰を心がけた。彼は立身出世に見切りをつけ、ただ周囲との円滑な交渉、妻と二人きりの生活の平和を念願として、人生の下り坂を悠々と歩いていた。そして彼のこの心境を通して、申し分なく内助の役を果たしている妻の純子は、美貌とは言えないが決して干からびた存在ではなく、明けて40歳の今日、気分次第では一人台所で野原の歌を口ずさむ若々しさを残している。焼け残った東京郊外の空風の吹きまくる道を、鈴村博士は無我夢中で電車の停留所をめがけて、呼吸を切らしながら前のめりに歩いている。確かこの辺で産婆の看板を見かけたはずだが、と辺りへ気を配る。どうしてそんなことを覚えているかといえば、それはちょっとした引っかかりがあるからで、以前この道を通った時ふと目についた、よくある例の四角い白ペンキ塗りの縦棒の看板に、産婆大野都市と書いてある、その名前が彼の遠い記憶をおぼろげに呼び覚ましたからである。大野都市、大野都市、と口の中で繰り返してみて、彼はその名前の響きと一緒に、大げさに言えば懐かしい胸騒ぎを覚えた。そのことが、それ以来その看板を見るたびに、
同じ印象として今日まで続いているのである。彼はもちろん、一方では同盟人という場合が世間に珍しくないことを知っている。この名前にしても、彼の記憶の中に生きている人物と何の関係もないということの方が可能性としては大きいに違いない。彼が王の都市と名乗る女性を知ったのは、彼の生家のあった名古屋のお城に近いある町の一隅である。その間に何十年という歳月の流れがあり、今この東京の近郊で同じ名前の産婆が開業しているとしても、第一相当の年配で旧姓を名乗る例は少ないし、かつての王の都市は果たして都市と書いたかどうか、彼はただ耳でその名を聞き覚えているに過ぎないのである。さて、鈴村博氏はそういう因縁話と関係なく、王の都市が腕のいい産婆であってくれればと心に祈りながら、その助けを一刻も早く求めるべく、例の看板を血眼で探したのである。平成は何の気なしにその看板を見過ごしていたことがひしひしと後悔された。いざどこで見たかとなると、それがなかなか思い出せない。ともかく通い慣れた一筋道である。見落とすわけはないと必死になればなるほど、他の看板だけがむやみに突っ立っているのが目につくだけである。とうとう停留所まで来てしまった。すると何のことはない、その停留所の交番の横にちゃんとそれが立っているではないか。幸い警官がその番地をよく知っていて、すぐに道順を教えてくれた。彼は自宅から一丁も隔たっていない産婆大野都市の玄関にたどり着く。見習いか弟子と乏しい若い娘が取り次ぎに出た。すぐそこの活版屋の横を入った鈴村というものですが、家内が今急に腹が痛いと言い出して、実は困っているんです。大至急来ていただけないでしょうか。予定日はいつになっておりますですか。それが少し早すぎるには早すぎるんです。医者は来月初めと言っていたんです。お医者におかかりになってるんですね。それが本郷の病院でして、医者はもう間に合わないと思うんで。先生はただいまご近所へ往診中ですから、早速そう申し上げてみます。出先に電話があってすぐにそっちから回るという返事であった。彼はほっとすると同時に、今一人っきりで苦しんでいる妻の様子を思い浮かべ、何はともあれ家を覗きに帰ることにした。おい、大丈夫かい。もうすぐ産婆さんが来るよ。表から声をかけながら玄関を上がると、隣の細君がもうエプロン姿で産湯の支度をしていてくれる。いや、どうもすみません。まったくお産なんていうもんは人騒がせなもんですな。そりゃそうですわ、みんな旦那様のせいですもの。嫌なことを言うかみさんだと彼は思った。妻は軽いうめき声を時々出しながら、彼の方を少しじれたような目つきで見上げている。心配しないでいいよ、万事心得てるよ。あと病院に電話をかけてさ、産後の手当を間違いなくやってもらえばいいんだろ。だってあなた、それじゃ産婆さんに悪かない。そんなこと言ってる場合じゃない。まあ俺に任せとけよ。産婆の来るまでにと思い、彼は近所の電話を借りて病院へ言い訳半分に産婆を頼んだことを報告し、それでもなるべく早く立ち会いを頼むと念を押した。そしてこんな場合にも、
彼は会社へ一言、欠勤の届けをすることを怠らなかった。彼が再び家の敷居をまたいだのと、三馬大野都市が助手を連れて奥の産室へ入るのと一緒であった。陣痛の発作はすでに絶頂に達していた。彼は三馬とただ木霊を交わしたきり、妻の空をつかむようによじる手を固く握り、みるみる汗ばむその額にじっと目を注ぎ、時々耳元へ口を寄せて、しっかりしっかり、もう一辛抱だと、三馬の言う通りをほとんど真似るように、ただ切なく胸をえぐられる思いで叫び叫びした。やがてギャッという異様な声に、三馬の晴れやかな、まあまあ大きなお嬢ちゃんという声がかぶさり、妻の打って変わった静かな笑顔が彼の霞んだ目に映ると、彼はもう我慢がならず鼻を詰まらせて、いや、偉かった偉かったと妻の手をしきりに撫で回した。すべてが手早く鮮やかに運ばれていった。器用に大胆に産湯を使わせながら、三馬の大野都市はやっと彼に話しかけた。本当は旦那様にはどこかでお待ち願うとよろしいんですけれどね、おそばにお顔が見えるとそれが癖になって、今度からはどうしてもっていうことになりますんですよ。ええ、そういう話は聞いてますが、それも悪くないと思いましてね。彼は口から出まかせを言ったつもりではなく、もうこんな経験は二度と妻にはさせぬ覚悟を決めていたのである。それはそうと、鈴村博士はこの時やっと三馬大野都市の全貌をとくと観察する余裕ができた。年の頃はもう50をいくつか出ると思われる、割に品のいい中婆さんで、半白の髪の毛をきりりと後ろで結び、整った口元に冷たくないほどの自信がひらめいていた。そして何よりも特徴があると思われるのは、まつげの長いしっとりと潤んだ目で、その目が時によるとぼんやり宙を見つめ、また時によると何とも言えぬ華やいだ微笑を投げかける。鈴村博士はしかし、この老婦人のどこにもかつて自分が見た大野都市の面影を探し出すことはできなかった。というよりも、彼の昔の記憶は全く色あせていて、その名がはっきりと口に出せるほどに、それがどんな顔立ちの娘であったか、あらましの輪郭をすら目の前に描いてみるわけにいかなかったのである。そうならそう、違うなら違うで、はっきりした見極めがつけたかった。何しろまだ小学校に上がりたての自分、ただ近所に住んでいて、時々道であったり彼女の家の門口に立っているのを眺めたりしただけの話である。そしてその当時、彼よりもずっと年上の美しい女性として、彼のバクとした最初の憧れ、いわば春の目覚めの密かな、影とも形ともつかぬ死母の的であった大野都市のただ眩しいような存在、人が彼女と話をしていてさえ妬ましいほどの艶やかな姿が、あたかも幻のように彼の目の底に焼き付いて、そのままいつか忘れるともなく忘れてしまっていたのである。一度でも口を聞いたことがあったろうか、多分一度もなかったように思う。家同士が付き合いをしていたわけでもなく、あるいは彼女の弟か妹が同じ小学校に通っていたかもしれぬが、
そんなことも一向に覚えていない。何かの折に向こうから話しかけてきたことがあったにしても、こっちはどんな返事をしたことか。おそらくは恥ずかしさにうつむいたまま黙りこくっていたに違いない。まあざっとそんな間柄に過ぎなかった。同じ町内に住んでいたとはいえ、長い期間顔を合わせる機会があったのではない。彼女がどこかへ姿を消したか、自分が先に一家と共に東京へ引き移ったのか、その辺のこともぼんやりしているのである。それにもかかわらず、彼の前半生を通じて少年時代の思い出を飾るただ一人の女性の存在は、彼にとってかけがえのない存在に違いなかった。それは誠に頼りない、話にもならぬ話ではあったけれど、ほとんど毎日のように例の立て看板の名前を見ているうちに、彼女のかすかな印象は彼の精一杯の空想に彩られて、実はこの世に存在しない一女性の幻影を作り上げつつあったのだと言えぬこともないのである。見る影もなく無様な願望は、それでも真新しい産着に包まれて母親の傍らにポツンと寝かされた。妻の純子はもう血色も元に戻し、産婆がそう軽い産ではなかったというのに愛想よく礼の言葉を述べ、やがて彼の方へ目顔で何か合図をしてみせた。彼はドギマギしながら耳を妻の口に近づけた。もっとちゃんとあなたからもお礼をおっしゃって。あ、そうだと彼は膝を正し産婆に向かっていった。どうも年がいもない慌て方でご無理を願いました。おかげでやっと安心しました。友人関係に婦人科の医者がいるもんですから、すっかり任せきってやったのが間違いのもとでした。とにかく知らせるだけは知らせておきましたが、何もうその必要もなくなりました。実はお名前だけはずっと以前から駅前の立て看板で承知していたもんで、早速それを思い出してお願いに上がった次第です。いや、全く助かりました。一息に自分でも少しおかしいと思うくらい舌が回った。本当に何がご縁になるか分かりませんですこと。私もお宅の前は四十通りますもんですから、お名前を伺っただけですぐ飛んでまいりましたの。今ですから申し上げますけれど、一分間遅れていたらもう赤ちゃんかお母様かどちらかが大変なことになっていましたわねえ。と傍らの助手にも証言をさせようという風であった。そうですか、やはりそういうこともあるんですな。しかし失礼ですが、拝見していて何と言いますか、大したもんだと思いました。専門家もよほどの経験を持たれないとああはいきますまい。自信満々というところが実にこっちを大船に乗った気持ちにさせますからな。あら、そう褒めに預かるほどの腕前じゃございませんけれど、産婆に大事な勘は自分の力でうまくいくかどうかを早く見て取ることですの。出遅れが一番恐ろしゅうございます。もうよほど長くこの土地で？彼はさりげなく尋ねた。はあ、もうかれこれ20年になりましょうか。お宅様も随分お古くっていらっしゃいますわね。ええ、20年にはなりませんが、この辺では古顔になりました。そうしますとその以前はどちらで？じりじりと詰め寄るように彼は返事を待った。東大の附属病院にしばらく勤めておりました。免状だけは早くに取っておきましたんですけれど、何ですか、独立するのが怖いみたいで。なるほど、
良心的な医者が大抵学校の医局勤めを何年かやるようなもんですな。いろいろ伺うようだけれど、ご距離は？この質問にはちょっと意外だという顔つきをしてみせ、私生まれは西の方でございます。田舎者ですの。西の方とおっしゃると関西ですか？相手が明らかに言い渋っているのを彼は容赦なく追求する。いいえ、そんなに遠方じゃございません。私自分の郷里があんまり好きじゃないもんですから、つい愛知県ですのよ。鈴村博士はぐっと唾を飲んだ。その翌日、大野都市は主治医に一度会っておきたいと言って顔を見せた。主治医の樫倉は昨日産婆が引き上げた後にのこのことやってきた。ちょっと気まずい応酬の後、この分なら産婆でもよかろうと言って、ろくに後の注意も与えずに帰って行ったのである。妻の純子も産婆の方が気が楽でいいと言うし、彼もそれで済めば経費も安上がりのように思い、医者の手から話すことにしたことを大野都市に告げた。こちら様さえそれでおよろしければ、私が責任をお持ちいたしますから、と彼女はきっぱりと言った。鈴村博士は彼女の素性についてとことんまでのことを確かめたかったのだけれど、なぜか昨日はただ愛知県の生まれと聞いただけで後の口が聞けなくなってしまった。なぜもう一押し手がかりだけをつかんでおかなかったか。せめて一頃名古屋にいたことがあると、たったそれだけのことでも言わせておけば、またなんとか話の尾ができないものでもないのにと。今日彼女の前に座って、彼は子供のように固くなり、胸をワクワクさせていた。昨日の夕方から手伝いに来ている弟の嫁が、彼を隣の部屋へ手招きして、兄さん、ダメだわ。しょっちゅうそばにばかりついてらしっちゃ。お産の後の手当があるのよ。奥さんにだって少しは遠慮なさるもんよ。そうかな。別にそんな必要ないと思うが。純子が嫌だったらあっち行けって言うだろ。純子さんも純子さんだわ。私だったらまっぴらだわ。この忠告は何の効果もなかった。鈴村博士は再び産室へ舞い戻って、裸にされた赤ん坊を別に嬉しくなさそうに眺め、妻の純子に、名前はなんてつけようか、お前の好きな名前にしろよ、と言った。あなたいつか考えてらしったじゃありませんか。あれ男の子の名前だけ？うん、別に本気で考えたわけじゃない。しかし名前ってものは変なもんだよ。遠い昔に聞いた名前で不思議に忘れられない名前があるもんだ。顔は思い出さなくってもだぜ。そんな名前が誰にだって一つや二つはあるだろうな。彼はそう言いながら、そっと大野都市の方を横目で見た。大野都市は左手で赤ん坊の首筋を支え、右手に石鹸を含ませたガーゼを巻いて、毛の薄い頭をゴシゴシ洗っていたが、急に言葉を挟んだ。明るい弾んだ声で、あら、そうおっしゃれば私にもそういうことがございますの。いつか最初にお宅の表札を拝見して、おや、このお名前はずっと昔どこかで伺ったお名前にそっくりだと気がついて、いろいろ考えてみたんですけれど、その名前の主がどうしても思い出せませんの。私の記憶では何でもヒロちゃんっていう
ちっちゃな男の子でしたわ。こっちもまだ若い自分の頃ですけれど、確かご近所にそういう名のお子さんがいて、時々は道端で遊んでいる姿を見かけたような気がするんです。でも、まさかお宅の旦那様じゃいらっしゃいませんわね。鈴村博士はもうじっとしてはいられなかった。顔が思わずほてり、頬がピリピリとしつつれ、腰のあたりがやけにムズムズするのである。妻の純子はそれをただ座興のように聞いたのか。へえ、やっぱりその子供さんは鈴村っておっしゃいますの？それが鈴村博士、その博士っていう字までどこで知ったのか、私ちゃんと覚えてますのよ。お宅の旦那様の博士、そのままなんですもの。それはこの私に違いありません。あなたのその頃のお住まいは名古屋の朱木町ではありませんか？この一言を耳にすると、さすがの三馬も赤ん坊を取り落とすかと思うほど驚いて。名古屋、朱木町、その通りでございます。ではやっぱりそれに間違いはございません。まあ、なんて不思議な巡り合わせでしょう、と叫んだ。全く奇妙な巡り合わせです。しかしあなたはそのヒロちゃんなるわんぱく小僧をちっとも覚えていませんか？それと申すのが、私はそこに一年余りしかおりませんでしたし、ご近所に同じような男のお子さんが幾たりもいらしって。いや、その同じような男の子のうちでも特別にあなたの注意を引こうとしていたのはこの私ですよ。あなたが私の家の前を通られると、私はわざわざ門から飛び出してとんぼ返りをしてみせ、石を拾って電信柱にぶつけ、水のたまった溝の中へジャブジャブ入り、挙句の果てはあなたの後ろから全速力であなたを追い越し、そのまま大光寺というお寺の境内へ逃げ込んだものです。まあ呆れた。でもどうしてそれがそうだっていうことがあなたにお分かりになるの？一体いくつの時なの？妻は少し心外なという調子で彼を遮った。まあ聞け、そりゃわかるさ。今日初めてお前に言うが、俺はずっと前からあの駅前の立て看板が気になっていたんだ。小学校の2年か3年の自分の記憶だが、ちゃんと大野都市という近所にいた素敵もなく綺麗なお姉さんのことを覚えていたんだ。しかし正直なところ、そのお姉さんが三馬さんになっているとは信じられなかった。今の俺には三馬さんといえば大野都市という名前しか頭に浮かばない。それがよかれあしかれ因縁というものだろう。40年近い昔の思い出をこの三人はもう笑って話し合える年だと思うが、どうだ？そうでしょ、大野さん。大野都市は赤ん坊をタオルにくるんだまま、感慨深い面持ちで彼の顔をじっと見つめている。ねえ大野さん、ちょっとでいいから私の幼顔を思い出してくださいよ。別に美少年というんではなかったが、親父がその頃はまだ珍しい背広型の服を着せてくれたもんだから、それをいくらか得意にしてさ、女の子の前をブラブラ歩いてみせたこともありますよ。だが大野都市というお姉さんには鉄頭鉄尾、頭が上がらなかった。顔もまともには見られなかった。そうそう、その洋服を着るとよく大野なんとかっていう表札の出ている、つまり都市姉さんのいる家の南のドブ板の上にしゃがんで、そのドブ板へ指でいたずら書きをしたもんだ。お姉さんが今にも出てくるか出てくるかと
心待ちに待ちながら、夕日の沈む頃まで楽しいような寂しいような幾時間かを過ごしたもんです。その時、サンバ王の都市の方がかすかに明らんで、彼を優しく睨むように見えた。まるで嘘みたいと妻の純子は吐き出すように言った。嘘みたいだが本当なんだ。俺も昨日この大野さんにお目にかかった瞬間、やっぱりこいつは違うと思ったよ。それほどお年を取られたというよりも、俺の少年時代の記憶が何と言ってもあやふやなんだ。ただ大野さんと違うところは、大野さんは全く無関心、俺の方は夢中でのぼせていたというところだけだ。彼もその話が妻の純子にとってあまり愉快なものではないらしいと気がついたので、いい加減に打ち切ろうと思っていると、今度は大野都市が赤ん坊を妻のそばへ連れてきたついでに、妻に向かって低く笑いながらつぶやいた。奥さん、私やっとぼんやり思い出しましたわ。大人みたいな服を着た、頭をおかっぱにしたおませさんの男の子がしょっちゅう家の門の前でうろうろしているのを、そこはおじの家でしたけれど、おばが変な子だねって言ったのを覚えてますわ。でも私はちっとも変だなんて思いませんでしたの。人懐っこい子なんだなと、ただそう思っただけですの。そうでした、その時ちゃんとおばからその子の名前を聞いたんですわ。それから姪の学校の入学式に付き添って行った時、その子が確か上の級の級長をしていて、その名前が教室の前に級長鈴村博って出ているのをはっきりこの目で見ましたの。そうそう、そうですわ。今はっきりその子の顔も目に浮かぶようですわ。でもそれがこの旦那様だなんて、まるで見当もつきませんわ。大野都市はしみじみとした調子で赤ん坊に薬を含ませながら言った。あなたでも窮鳥をなすったことおありになるの？ちっとも知らなかったわ。と妻の純子はとんでもないところにさも興味をそそられたように、夫の顔を上目遣いに見上げた。そんなことは俺は忘れたよ。とにかく俺にとってはバカに懐かしい時代だよ。あの頃私はあなたのお年なんていうものはまるっきり考えてもみなかったが、それでも随分隔たりがあることだけは感じていましたよ。一体おいくつぐらいでしたか？さあ、あれで18区でしたかしら。何しろ田舎の両親が早くお嫁に出そうって言うんで、名古屋へ稽古事をさせに連れてきたわけですから。するとあれからすぐお片付けになったわけですね。はあ、でもそれが私の不幸せのもとでした。1年でその主人とは別れました。実家へは帰れず、思い切って上京いたしましたの。看護婦にでもなるつもりで。じゃあその後何ですか、ずっとお一人で？鈴村博士は我ながらハッとして口をつぐんだが、もう遅い。なぜぶしつけにそんなことまで問いただす必要があったのだろう。彼は妻の目がキラリと光るのを見逃さなかった。ああ、いいえ、まあその辺のことはご想像に任せましょう。こういう商売をしておりますとね、やっぱり生活に裏表っていうものができましてね、そう簡単に一人だとか二人だとかは申せませんのよ。と大野都市は控えめながら艶っぽい笑い方をした。鈴村博士は
少し割り切れぬままに釣り込まれて、と笑った。妻の純子はその時片手を静かに枕の陰に伸ばし、夫の手を探り当ててぎゅっと握った。目尻から一筋涙が流れていた。